ロイドご飯の時間がやってきました。はい、どうも、今回は広島県広島市でいただくラーメンなんですが、今回はですね、ラーメン屋さんではなく焼肉屋さんでいただくラーメン、そしてこちらの店ロイドご飯でも何度か登場しています、あの小舟をいただいたお店といえばお分かりになる方も多いかもしれません。早速ご覧ください。はい、というわけでご覧いただきました炭火焼肉トシさんのラーメンでした。このラーメンはもうね、もうお肉を専門に扱うお店ならではという、原骨を中心に豚がふんだんに使われた一杯で、もうチャーシューはご覧いただいた通りにとろっとろですが、スープもとろみがありながらもうまみたっぷりのスープでした。はい、そしてお話をね店員さんに伺ったところ、これはもう現店主さんのお父さんはですね、戦後の広島で、まあ、幼少時代その道でね食べた屋台ラーメンの味を模して再現して作られたということで、もうそのお話を伺うと、もうこれがねその時の当時のままの味なんですよというお話を伺いながら食べてきました。はい、そしてまあ自分のイメージですね、勝手なイメージですが、焼肉屋さんのまあラーメンというとなんだか締めのラーメンでちょっとさっぱり系という印象もあったんですが、これはもう先ほどお話した通りもうこってりとろみもあります。でも肉の旨味ふんだんに感じられますので、これは1個提案ですけれども、お肉はお肉で別に行かれてこのラーメンいただくときはお肉の後ではなくて、ぜひこの一口目でこのラーメンいただいていただくと、食べていただくと、よりこのね豚骨感、肉の旨味をグッと感じられるんじゃないでしょうか。
というわけで、今回炭火焼肉としさんのラーメンでした。ここまでご視聴ありがとうございました。ではまた。